ここから二極化がまたね、どんどん進む方向に行くので、デトックス風呂に入って悪い気を追い出して、すっきりとした状態でいい波に乗れるようにしていきましょう。さあ、みんなで開運するよ。願いが叶っていくのりこチャンネル始まります。さて、9月28日は一粒万倍日と大安のダブル開運日がやってきます。この日のお誕生日の皆様、9月のお誕生日の皆様、おめでとうございます。楽しくお過ごしください。さて、この日は一粒万倍日と大安のダブル開運日になりますが、一粒万倍日は一粒のもみがやがて大きな実をつけることから、この日は新しいことを始めるとやがて大きな成果となって帰ってきます。そしてこの日は今日の時間帯がない大安なので、一粒万倍日と重なることで開運のパワーも強くなります。起業するとか、銀行口座の開設や新しいものを使い始める、お財布の買い替えやお財布の使い始めにぴったりなんです。そして金運覚醒ウィークのラストの5日目です。秋分の日を迎えて、ここからまたさらに二極化が進みます。お金や波動もそうなんですけど、運気など波に乗れる人と乗れない人の差が生まれやすくなります。なのでチャンネルをチェックしながら自分の波動を上げていってくださいね。そんな金運覚醒ウィークのラストのダブル開運日に、大きな流れに乗って人生大好転していくように、今回はやったらいい開運アクションを7つお伝えしますけれども、最初の3つはこの日にやったらいい定番の開運アクションで、後半はこの日にやるといいことをお伝えしたいと思います。まずこの日にやったらいい定番の開運アクション、1つ目は開運フード。最初に金アップフードは鮭。元気に泳ぎながら大きく成長していく鮭には、生命力や行動する力が含まれています。その鮭を食べることでバリバリ仕事をしたり、動くことで運がとっても動くので、機運も一緒に上がっていきます。そして強運アップフードはモロヘイヤ。モロヘイヤは独特の粘り気があり、その粘り気が根強く強運を引き込んでくれるんです。またモロヘイヤは栄養価も高いので、健康運も上げていくことができます。健康運が上がると、自ら新しいことに挑戦したくなったり、新しい視野を広げようという意欲も湧きます。その意欲はさらに強運を引き寄せてくれるんですね。そしてラブンアップフードはあんこ。あんこに使われている小豆は余計な水分を排出し、女性らしさを引き立たせてくれます。またあんこの甘い味はラブーンを全体的に上げてくれる効果もあるんですね。おしるこやぜんざいにしても美味しいので、この日はあんこを美味しく食べてラブーンをアップさせていきましょうね。そして2つ目の開運アクションは、開運日には欠かせない定番の金運アップ掃除。この日はトイレ掃除をすると金運アップです。トイレ掃除は金運アップには欠かせない場所ですよね。トイレは金運アップに関わる場所でもありますが、悪い気もたまりやすい場所です。特に空気がよどんでいたり、匂いが発生していると金運が大幅にダウンしてしまうんです。なのでトイレを掃除するときは、必ず窓があれば窓を開けて、換気扇を回して新鮮な空気を取り入れるようにしてください。またトイレの便器をピカピカに磨くと金運が上昇します。その時はトイレの蓋や蓋の内側もきれいに磨いてくださいね。他にもトイレの床のほこりやゴミも掃除して、もしトイレの床に掃除道具やトイレットペーパーを直置きしていたら、掃除道具は見えない場所か収納に整理しましょう。トイレットペーパーも床に直置きは金を下げてしまうので、トイレットペーパー専用の収納ボックスか見えない場所に保管してください。トイレの床もきれいにすることで機運が上がっていきますからね。そしてこの日にやったらいい3つ目の定番の開運アクションは神社参拝。寅年なので毘沙門天様が祀られている神社やお寺に行くとご利益があります。また自分の行きたい神社やお寺に参拝するのもいいですね。またこの日は自分の行ってみたいとか気になるとか、直感でピンときた神社やお寺に行くのもおすすめです。他にも氏神様や産砂様に参拝するのもいいですね。
一粒万倍日なので神様にお願い事以外にも感謝の気持ちを伝えましょう。感謝の波動はとっても高くて、それを神様に伝えると後から高い波動がさらに高くなって自分に返ってきます。それに神様に感謝を伝えると神様と近づきになっていつもそばに感じられるようになっていきます。またこの日は御神水を飲むのもおすすめですね。御神水は神聖な木がたくさん溶け込んだ水で、その多くは神社の敷地内から湧き出る水や井戸で汲み上げた水です。御神水を飲むと浄化のエネルギーを受け取ることができるので、嫌なことや体に溜まった邪気を追い払ってくれる効果があります。邪気が体に溜まってしまうと運気がダウンしてしまうので、御神水を飲むことで自らを払い清められます。そして生水に抵抗がある場合は煮沸してからでも OK です。そして必ずその御神水は飲用して大丈夫なものを飲んでくださいね。神社に飲用はしないでくださいと書いてあったら、それは必ず守ること。もし飲用が NG の時は眉間のあたりや手首の内側、耳の後ろに御神水を少しつけると神様のエネルギーを体に取り入れることができますからね。そしてこの日にやるといい4つ目の簡易アクションは、どんなことをしている時が幸せか書き出す。そしてこの幸せを知ってアクションすることで機運大上昇です。この日は自分がどんなことをしている時が幸せかをノートに書き出してみてください。美味しいものを食べている時や家族と会話をしている時、ふかふかの布団で眠っている時とか、好きな音楽を聴いてリラックスしている時など、どんなことでも OK なので書くといいんですね。イメージしながら書いているだけでも楽しかったり心地よかったりして心が満たされる感覚になりますが、この日はさらに書き出したことを行動することが大事ですね。幸せを知ってアクションすることでいい運気を引き寄せる幸運な体質になって、その満たされた状態が機運上昇につながっていきます。で、この日は一粒万倍日なので、自分が幸せとか心地よいことをするとその高いエネルギーが自分に返ってきます。それに書き出した幸せをアクションすることで幸せを感じやすくなっていくんです。日常の些細なことでも自分にとって幸せなことならばそれでも OK なんです。身近にある幸せって、忙しい毎日だとなかなか気に留めることもできないんですけど、改めて書き出してみることで自分が大切にしている幸せに気がつきます。自分の幸せを見える化してアクションしていくことで、どんな出来事の中にも幸せを見つけて感じられるようになります。その幸運な体質は運気も気運も上げていくことができますからね。そしてこの日にやるといい5つ目の簡易アクションは、下着を買い替える。下着は定期的に買い替えることがとっても大事なんですね。下着は直接肌に触れるものなので、下着が古くなっていたりヨレヨレになっていたりゴムが伸びきっていたりすると、下着そのもののエネルギーも下がっているので、身につけることで自分のエネルギーも下がってしまうんです。それに古くても着られないような下着を収納していると、周りにある下着や服にも悪い気が移ってしまうんです。なので下着は定期的に買い替えることで悪い運気を追い払って新しい運気を取り入れるようにしましょう。新しい下着だと身につけた時も気持ちがいいんですけど、自分自身がパワーアップしますからね。そしてこの日にやるといい6つ目の簡易アクションは、ラストの日なので浄化風呂に入る。ここから二極化がまたねどんどん進む方向に行くので、デトックス風呂に入って悪い気を追い出してすっきりとした状態でいい波に乗れるようにしていきましょう。お風呂に天然浄だけでもいいんですけど、お酒を入れてさらに浄化に効果のあるデトックス風呂がおすすめです。天然浄とお酒のお風呂のデトックス効果はすごいんですよ。カップ1杯程度の日本酒を入れて天然浄を1つまみ入れます。ぬるめのお風呂だとリラックス効果も得られるんですね。で、ゆっくりとデトックス風呂に浸かることで汗と一緒に嫌なことや悪い気を流していきましょう。またこの日はスパやサウナもとってもいいです。スパに行ってリラックスしたり
サウナで汗を流して心身ともにリフレッシュして、体の中から浄化することで人生大好転するパワーをいただけますからね。そしてこの日にやるといい7つ目の開運アクションは水辺に行くです。この日は水辺に行くととってもラッキーな日なんですね。海とか水があるところに行くと上昇の波に乗れるんです。海は見ているだけでも心の癒し効果があって、海のブルーのカラーも精神の落ち着きをもたらしてくれます。川の流れもそのせせらぎを聞いてるだけでも穏やかな気持ちになれます。水辺の水は自然がもたらしてくれた贈り物なので、不安や心配といったネガティブなものを流して浄化してくれるパワーがあります。他にも水は植物が育つにも欠かせないもので、これは人間も一緒ですよね。なので水辺に行くと心の落ち着きとともに自分自身の思考もクリアになってきて直感が冴えてきます。水辺に行くだけでもいいし、海や川で少し水に触れることができるのであれば、少しだけ足を水につけてみたりしてもいいですね。浄化と自己成長のエネルギーを受け取って上昇の波に乗れるようになりますからね。というこの日は幸運や金運パワーのエネルギーが流れているので、運をいっぱい動かして運のポイントを貯めていこうね。それが運のポイントとしてどこかで豊かさが返ってきて、お金がどんどん巡ってきます。なので自分の心地よさを意識して大事にすることも開運アクションの一つです。だから一つでもできれば OK、 できなくても充電日として OK です。楽しんでお過ごしください。それではこのダブル開運日にやろうと思うこと、そして予祝したいこと、お金の願いや叶えたい願い事をぜひこのコメント欄に書いてね。書くことによって自分の意識に入ります。波動が高いところに書いたら早く引き寄せますからね。そして嬉しいコメントもご紹介できないくらいたくさんいただいているので、体験談をお伝えしたいと思います。昨日の開運日に開運フードを食べてトイレや廊下のを掃除をしたら100万円の臨時収入があった方、アドバイスを参考に行動して臨時収入&スタバをご馳走してもらった方、次は私の番とコメントしたら本当に入って7万円舞い込んできた方、動画を見ながら物や自分の気持ちを少しずつ手放して自分や周りに感謝ができるようになってきたら臨時収入があった方、こちらにコメントをすると直後にかなり高い確率でお客様からの予約が入る方、おめでとうございます。やっぱりこういうご報告は嬉しいね。一つお願いがあります。体験談と予祝が分からなくなってしまっていて、予祝の時は予祝と書いてくださると大変嬉しいです。ということでこのコメントでみんなでこの波動をいただいちゃいましょう。次はみんなの番だからね。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ、いつもみんなありがとね。みんなから元気をいただいてます。先日10万人突破記念として碇のりこ公式 LINE にご登録してくださった方にパワー入り画像をプレゼントしているんですけれども、早速体験談をいただいています。 LINE でいただいたお写真を待ち受けにしてすぐに昇級のお話をいただきました。ありがとうございます。とか他のところにもコメントがあって、やはり臨時収入が入った方やいいことが起こり始めた方、願いがすぐに叶った方、まだ出して数日なんですけど体験談をいただいてます。また違うものも定期的には出していきたいなと思ってます。ご興味があったらよかったら登録しておいてくださいね。概要欄に貼っておきます。無理にしなくても大丈夫ですからね。じゃあね。